はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。はい、今週も抽選販売の方をさせていただきます。今回もルーチェペンとペンシルになりますね。本日27日より29日、そして1日明けて31日より発送の方をさせていただきます。ちょっとね、ストヨコさんのイベントがあるので発送がね、来週中にはしますが、ちょっと遅れる場合があるかもしれません。またその辺はね、すいませんがよろしくお願いいたします。はい、質問の方ね、まだまだ来ます。ベサのねアバウトの方にね、いろいろ書いております。必ず見てください。よろしくお願いします。そしてね、抽選当たった場合キャンセルはね、申し訳ございません、できません。本当に多くのお客様がね、一本一本ね、入れてくださってて、外れた方がね、そうやってキャンセルされてしまうとね、ほんとこっちは心苦しいので、何とぞその辺は ご理解とご協力お願いいたします。じゃあ、多いので早速いきましょうか。1番ですね。1番6600円ですね。カエデのチヂミ木ですね。はい、ちょっと、金釘がここに出てしまってるので、はい、6600円となります。もう一個はこの辺がね、金釘ですね。はい、6600円。はい、こんな感じでございます。はい、2番9900円ですね。はい、同じくカエデのチヂミ木。はい、1万円でもいいかなって思うぐらいなんですけど、まあちょっと横浜のね、ストーリーストーリー横浜さんのイベントに持ってくにはちょっとどうかなって思うやつになりますので9900円。はい、3番久しぶりに登場です。2万5000円、次1万2000円ですね。2万5000円、ロズウッドのコブ木ですね。まあちょっと入り側が入っちゃってるんですけど、なかなか木いいやつでございます。はい、これさえなければね、3万円ぐらい全然つけれるような、なかなかいい材なので、またよろしくお願いします。そして4番は、バーズアイローズとですね。2万円。はい、こんな感じで。よいしょ。はい。まあ、イベントに持ってくる人の方がもっといいっすよ。やっぱり。うん。はい。そして5番が1万2000円ですね。バーザイローズウッドなんですけどね、ちょっとって思うような塊の時は良かったんですけどね。はい、これもこんな感じで、もうちょっとね、使い込むと薄くなってきたら木が見えるかなという感じです。1万2000円となっておりますので、よろしくお願いいたします。はい、6番、花輪のコブ木ですね。ナンバー11番がいない。はい、あ、番号ずれたかもしれない、ごめんなさい。はい、6番、はい、花輪のコブ木、まあちょっと木が落ちるやつですね。はい、2本目、4本ありますでね、4本あるんですけども、3番目に紹介したやつが欲しいです、当たったんですけども3番目がいいんですとかっていうのはね、申し訳ございません、無理です。はい、もうどれがいくか分かりません。まあ、その辺はご理解ご協力お願いいたします。はい、7番9900円、ゴールデンアカシアですね。はい、まあ、色が薄い、木がちょっと薄めのやつですね。はい、9900円で別さんの方に来ました。はい、8番6600円、まあちょっとこれもね、ここに傷がいるということで、レッドガムですね。ユーカリの木の一種となります。はい、1番。はい、で9番5000円。はい、がっつりちょっと入り側が入ってるやつのカリンのコブ木。はい、10番、さらにがっつり入っちゃって、うーんって思ったんですけどね、
はい、4000円、かなり、はい、定額にしております。もしこんなんでよければお願いいたします。よし、で11番、ごめんなさい、飛んで、もしかしてね、これとこれが合ってない可能性があります。申し訳ない。今回ちょっとね、種類が多いのでね、はい、材木が多いってことですね。はい、12番、6000円、これもチューリップとアウトレットのやつですね。うん、まあ色はこ、あの傷のとこ以外はすごくいいです。はい、13番、10000円、ピンクアイボリー、まあちょっと色が薄いかなっていうやつ、木がちょっとありますね。これもすごい迷ったんですけど、はい、もうベさんで販売ということでお願いいたします。はい、14番、13000円ですね。カリンの紅白ですね。まあこの辺ね、納品しようかなって思えるようなやつ、まあちょこっとぐらいは勘弁してくださいね。はい、まあこんな感じで、まあこのレベルの13000円のやつはイベントにもいっぱい持ってっておりますので、よろしくお願いします。で15番、12000円、まあ、ちょこっとだけバー材になってるシオークでございますね。はい、そして16番が2本、カリンの紅白、まあ、ちょこっとカリンで、まあ、木がちょっと落ちる10000円ね。はい、逆に白が多い、木はいい白が多い。これはね、分けようかと迷ったんですけど、一緒、まあ、どっちかということでお願いします。で17番が10000円のカリンの紅白ですね。はい、すごい、どうして一緒にしてもよかったのかな、微妙だったんですけどね。はい、またよろしくお願いします。はい、じゃあ次、ここからルーチェペンですね。ルーチェペン18番、8800円、はい、普通に出せるものです。はい、しまい忘れたのでもうここにいますので、はい、8800円にしときます。はい、で19番、3本、6600円、まあちょっと傷がいるやつですね。はい、傷以外は本当いいっすよね。6600円です。はい、ここに傷がいます。まあこういう傷が出るのはね、木なので仕方がないなというとこです。はい、20番、はい、10000円ですね。カリンの紅白傷イーディスポルテッド入りでございます。よろしくお願いします。はい、で21番、バーズアイメープル18000円、あ、バーズアイメープルじゃない、バーズアイローズウッドですね、ごめんなさい、バーザイローズウッドでございます。18000円ですね。2本あります。はい、まあこの辺もね、使っていくとちょっと色がね、薄くなってくるといい感じになるかなと思っております。はい、こういう感じでしたね。はい、で22番が7000円、23番が5000円。はい、22番、漆ですね。はい、木がちょっとこっとあるんですけど、ちょっと薄いなと思ったので7000円、カジュアルにしております。はい、またね、漆削りましたのでね、はい、ストヨコさんのイベント、そしてクリパとね、持っていきます。で23番、ちょっとね、ごめんなさい、あの木ドリルでね、ゴゾゴゾっとね、なっちゃって、まあ埋まってはいるんですけど、このような形、もうほぼアウトレット価格5000円で23番ね、ルーチェペンお願いします。はい、24番、25番、26番まで1万5000円ですね。はい、黒柿、まあ、クジャク木になってる部分もある、まあ、こういう形のクジャク木でございます。はい。もう、木はいいんですけどね、まあ、こんなもんです。で、25番は、真鍮パイプ、重たいやつですね。はい。まあ、こんな感じです。クリップ反対でもいいです。ここでもいいですよね。はい。
で26番がタスマニアンブラックウッドです。はい、あ、違う、ごめんなさい、26番これ違う、タスマニアンじゃない、ケンポナシのいいやつだ、ごめんなさい。なのでこれで最後だ、ラストのケンポナシをこっちにしたんだ、ごめんなさい。1万円でお願いします。ケンポナシの木です。はい、で27番、8,000円、消費税サービス、はい、奈良のトラ木ですね。うん、奈良もあんまりトラ木出ないんですけどね、まあ出るやつ今使っておりますので、またよろしくお願いいたします。ふるさと納税でも出てきておりますね。はい、で最後28番、9,000円、こっちの方がいいな。うん、まあクリップ変えてください。ずっと下にいたんですけど、はい、桜のちじみ文句でございますね。はい、以上、また40本ちょいですかね。はい、こんな感じでご用意いたしました。今回もシャーペンとボールペンですね。ちょっと来週はちょっとできるかどうか分かりませんけど、はい、また楽しみに待っていてください。まあ今回の分ね、今回はと本数並びに種類が多いですね。アウトレットも含めていろいろ出てきております。また動画見ていただいてね。はい。抽選販売の方参加していただければありがたいです。またよろしくお願いいたします。